皆さんはどう感じたんかっていうのをね、見ていきたいなと思います。色違いで4枚購入です。実際不満があったことは言ってほしいです。はい、本日ですね、デートできる大人のシワにならないシャツをね、本音でレビューしていきたいなと思います。ということで、こちらにずらっと並べさせていただきました。僕が着てるホワイトもそうなんですけど、ブラック、グレー、ベージュ、ブルーという感じで5色展開してるわけなんですけど、まあ、このホワイトはこの秋から出てきた新色にはなってるんですけどもね、これがですね、この2023年の春から出てて、すぐ完売しちゃって、レビューとか出せなかったんで、ようやく今入荷してきたんでレビューを作っていきたいなと思うんですけども、シャツとかでね、春物と秋物ってなんかよくわからんなってなってくるので、一応年中着れるような薄さにして、なおかつポリエステル 100% でシワの、防縮加工っていうんですけど、シワにならないような生地の作りっていうのを福井県でやってもらって、今回作りました。でね、もう早速皆さんから頂いてるレビューがありますので、僕がペシャペシャしゃべる前にどういう意図が作ったとかどうでもよくて、皆さんもどう感じたんかっていうのをね、見ていきたいなと思います。まず一つ目っていうのはですね、この方2着購入してくれてますね。M サイズを買った直後に L サイズも購入しました。なぜ L がカタカナなのかは分かりませんけど、L サイズも購入しました。ゆったりフィットなので、がっちり体型の私が着ても問題なしです。ということで、まあ見てもらったら分かる通り、僕は L サイズを着用してて、他にもね、別のカラー着てる写真ここに並べてると思うんですけども、全部 L サイズで着用しております。あんまり細すぎると、スーツのシャツみたいになるじゃないですか。で、あくまでカジュアルシャツやのに綺麗に着るっていうのがテーマやったんで、もともとね、ゆったりめに作って、こう腕とかまくったら人間って手首絶対細いじゃないですか。手首と首が細くなってるからスタイルよく見えるんですよ。だからどんな大人が着てもちゃってめくってもらったらスタイルよく見えるし、もちろん下ろしてもらって中にインナー着て着るっていうこのスタイルでも全然問題ないんですけど、まあ、体型は基本的にはあまり気にしなくてもいいのかなと思います。次、色違いで4枚購入です。たまにいてるんですよ。シャツばっかり買っていただける人とか、黒パンばっかり買ってくれてる人とか、また別の人なんやけどもね、まあ喜んでもらっててよかったです。次、ジャケットの中に着る用で、購入しましたということで、例えば僕が今着てるような白とかやったら、こういうレザーとか上から羽織ってもらうだけでも全然いいかなと思います。こんな感じですね。まあ、白シャツなんで別に何でも合わせるっちゃ合わせるんですけど、別に特段なんかでっかく作ってるわけじゃないから、まあ、多少ねちょっとだけ白シャツが見えるぐらいな感じなんで、上からジャケット羽織る用のインナーとして着てもらうっていうのもね、全然問題ないかなと思います。では次ですね、とても肌触りシルエット着心地最高でしたと。サイズ感も 180cm の身長なんですけども、希望通りゆったりした感じでいいですということで、何より高級感がありシンプルで決まりますと。次回も再入荷した際は色違いを購入しようと思いますということで、もうまあこの生地のね感じとか見てもらったら分かるんですけど、やっぱコットンの生地ってしわくちゃになるんですよ。それがずっと嫌やなと思って、このポリでこうシワになりにくいようなちょっとこういうマットな素材感で作りたいなと思って作らせていただきました。春に「ポップアップやった時とかも結構ねこれ人気で、もう多分サイズなくなったと思うんですけど、ほぼ完売っていう感じでした。でこの方はブラックの L 購入していただいたみたいなんですけど、まあ、身長も僕とあんま変わらん感じだから、まあ同じような感じで着れるかなと思います。白でもね、僕今これ何も着てないんですけど、まあ何も金と着ることはどうかわからないんですけど、まあ、こういう感じで着てもらっても OK です。で次、シャツとブルゾン今回買わせていただきました。デザインとシンプルが好きです。ありがとうございます。作造さんのダウンかナンガのホワイトレベルで迷ってます。今年ね僕ダウン出せないので、ナンガのホワイトレベル非常にいいと思うので、また動画出したいなと思うので見てください。次、まずは早めの手配ありがとうございます。合わせて丁寧な梱包ありがとうございましたと。サイズ感が唯一の不安材料でしたが、ちょうどのサイズ感でしたと。まあむしろ逆に生地とかは安心してくれてたみたいですね。この方は183で 78kg と大柄なんですけど、ベージュの L サイズで、購入していただいて、実はストレッチ素材で体型カバーできていいですと。こんな感じで、ね、伸びるんですよ。でこれがなんとポリウレタン 1% も入ってないんですよ。全部ポリエステル 100% なんやけども、伸びるように生地の折りの段階からちょっと工夫されてるっていうところでストレッチが効いてるので、洗っていったらポリウレタンみたいに劣化するっていうのもないので、洗濯も普通に他のものと一緒に洗ってもらっても大丈夫です。ただデニムとかと一緒に洗うと色移りするから、それだけちょっと気をつけてほしいなと思いますけども、よろしくお願いします。次、176cm60kg、 僕より少し細めの方ですね。痩せ型の僕には大きく感じたため、拓造さんにメールでサイズ交換を依頼。その際に S サイズにするか M サイズにするか迷ってるとお伝えすると、 M サイズがいいと進めていただき M サイズに交換していただきました。丁寧な対応と迅速に交換していただきありがたいですということで、話はそれましたが M サイズで少し大きめですと。デートシャツのコンセプト、ラフ感の演出にはもってこいのサイズ感です。腕まくり、前ボタン全開などいろいろな着方をして楽しみたいと思います。まあこの方がもう全部言ってくれたんです。僕が言いたいこと、ちょっとラフに着るとか腕まくりとか前のボタン開けるとか、全部言いたいこと言ってくれてました。僕より大きい方は L か XL、 僕より小さい方は M でいいかなと思うんですけどもね。そんな感じで、また気になる方は問い合わせいただけたら、メールでもインスタでもなんかいただけたらね、返信させていただきますのでよろしくお願いします。商品到着しました。着心地サイズ感すごくいいですと。見た目もシンプルで文句なし。次は違う色を購入したいです。結構ね、これ買ってくださった方って思ってるより良かったから、色違い買ったわっていう方もいらっしゃったので、まあ、4色買ったっていう人もいてたしね、そんなんもありますので、また見ていただければなと。待ちに待ったシャツが届きました。適度なシャリ感で軽さ、ややゆとりがあるため、リラックス感も持たせつつ綺麗めなシャツだと思いました。僕自身もこれ実際、今度ハワイ行くんですけど、その時にこれ持っていくんですよ。で、ショーパンとかに合わせたりして、ちょっとレストラン行くとかでもこんなんでいいかなと思って、この方は早速結婚記念日で妻とレストランに行く予定があるので、究極の黒パンと合わせて食事行ってもらいます。もうまさに今僕の格好ですね。この格好で行ってきますっていうことだったんで、まあその時にね、もし腕とか時計つけてはったらいいけど、時計つけなかったらこういうね、アクセサリーもいかがですかと。これは、こっちはね、僕のやつじゃなくて、これはエルメスなんですけどね、こんなんもつけてもらっても雰囲気出るかなと思いますので。で、次ね、本日商品届きました。拓三さんの心配りがとても嬉しく思いました。ありがとうございましたと。私は身長168センチ60キロでゆとりのあるサイズ感でしたっていうことを M サイズを購入されてます。S サイズでもいけると思いますが、個人的には最近少し大きめのサイズを購入してます。購入する際皆さんの参考になればと思いますということで、 ありがとうございます。まあ多分こういうお声がサイズ感の参考になると思うので、本当ありがとうございます。さらっとした着心地でとても気に入りました。まあ皆さん生地のこと褒めていただいてるけど、サイズ感もね結構こだわってるので、サイズ感を褒めていただいて嬉しいです。まさにデートで着るシャツって感じです。かっこいい、高品質、神対応の3拍子が揃ったブランドだと思いますということで、まあそう言っていただけたらね嬉しいかなと思います。いかにね、こういう購入してくださったお客様に満足していただけるかということで、早めに配送するのもそうだけど、もちろん綺麗に配送するとか、サイズ感とかも徹底的にこだわるから、サンプル何回でも作り直すっていうことで、1回買ってもらっただけで終わりじゃないので、その後着てもらわないと意味がないなと思うので、買ってよかったな、また着ていきたいなと思っていただけるようにね、頑張っております。次、1年越しに待ってたシャツが手に入り、秋にデートで着るのが楽しみですということで、9月6日に言ってくれてますね。もうそろそろ着ていけるかなと思います。身長171センチ62キロでグレーの S サイズに続いて新色のホワイトの S サイズ購入させていただきました。物がいいのは分かってたんですけども、ホワイトの画像情報がなく少し不安でした。むしろ画像を出してないのに買っていただいたって申し訳ないんだけど、そこはさすがの拓三さんで安定した色使い色味で安心しましたということで、白もね、色によってはちょっときなりがかった白とか真っ白とかいっぱいあるじゃないですか。今回デートで着るって言ってるから、やっぱデートっていうと白が純白の白というか綺麗な白の方がいいと思ったんで、この色味で合わせていただいさせていただいております。やっぱちょっと気になると、こんなんって分かりますかね。これはこれでカットソーとかやったらこれでいいんやけども、シャツでちょっと気になってくるとなんか汚れてんのかなって見えちゃうので、ちょっとどうかなっていうことで、こんな感じで選ばせていただきました。はい、ということでね、皆さんね、いろんな意見レビューありがとうございました。でこれに関しては別に褒めてほしいっていうことじゃなくて、実際不満があったことは言ってほしいです。でそれをもとに僕も改善したいなと思うし、もちろん嬉しかったですっていうお声も大変嬉しいんですけど、まあとにかく、まあ、ジャパンメディア自体もそうやし、シャツもそうなんですけど、この1回で終わらすわけじゃなくて、ずっとこれからも販売していきたいし、ずっと皆さんに喜んでもらいたいと思ってるので、今回だけが良ければいいっていうわけじゃなくて、10年後20年後も、いいなと思ってほしいので、もし不満点があったり、ちょっとこれ微妙やでっていうところがあれば全然言ってきてください。いや、拓三傷つけた悪いかなと全く気にせんでいいので、むしろそれでお客さんがうっと思ってる方がちょっと僕としてはうって思っちゃうので、最後日本語になってませんけども、そういうことになっています。よろしくお願いします。ということで本日はですね、デートで着るシャツのレビューを紹介してみたということになってます。また別号でお会いしましょう。ありがとうございました。